日本26聖人、迫害に屈せずして流された日本人の血は日本歴史の光である。我世に勝てり。この映画は昭和6年長崎の一カトリック信者の悲願として制作された貴重なキリシタン信仰のドラマであります。原作ビリオン神父専決遺書より、出演は当時のオールスターキャストで制作されました。キリスト福音の種は聖フランシスコ・ザビエル神父によって天文18年1549年初めて日本にもたらされました。ザビエル神父は2年3ヶ月にわたって鹿児島、平戸、大分、山口に宣教を続け、多大の成果を収めたのです。ザベリを去って40年、天下は統一して戦国の世も終わり、教会も豊臣秀吉の治世のもと大いに栄えておりました。日本国内を平定した太閤秀吉の目は海外に向けられ、特にアジアに向けられていました。朝鮮に兵を出し、中国に貢ぎ物を求め、フィリピンのイスパニア人には年貢を納めるように要求していました。フィリピン総督ゴメスはそれに応えて使節を送り、和親通商を申し入れてきたのです。その使節がイスパニア人宣教師ペトロ・バプティスタ神父と数名の修道士たちだったのです。1593年文禄2年の6月、神父と修道士たちは平戸へ上陸しました。日本は美しい島国です。しかしまだ国内の隅々までキリスト教は広まっておりません。宣教師たちは希望に燃えた目で美しい島影を見つめるのでした。当時秀吉は朝鮮出兵のため九州の名古屋城に滞在しておりました。秀吉はフィリピンの使節ペトロ・バプティスタ一行のために盛大なる供宴を開いたのです。味方もお互いに愛しましょう。私たちは神の子であり兄弟です。仲間の者を殺してはなりません。殿下にお願いがございます。私たちの施設の役目が終わりましたらこの国に残り修道院を建てる許しをいただきとう存じます。よろしいとも神父、あなたの宗教は正しい。私たちは平和にいたしましょう。秀吉は神父らを優遇して京都へ行くことを勧めました。桜花咲く春、京都、美しい鴨川の流れのほとり、お恵みくださいませ。手足いっぱいに海を晴らしたかわいそうな描写の親子。一方、おお、いい気持ちじゃのう。酔うた心で眺める桜はまた風情なものじゃ。夜は浮かれ、人の足並みも乱れがち。なんじゃ、こやつどもは。汚いウジ虫ども。あっちへ行け、この汚れこじきめ。目障りじゃ。どかぬか。試し切りにするぞ。お助けください。お恵みください。
この小じきめ。封建時代の侍たちは弱い者を虫けら同様に思うのです。折しも通りかかったフランシスコ会の宣教師たち、武士たちの乱暴は増すばかり。おやめください。病人にそのような非道はおやめなさい。邪魔立てするな、キリストアンバデレンネ。邪習門は真っ平だ。神父たちの通訳はヨハネスアノ。乱暴してはなりません。なんだてめえ、外国バテレンの型を持つのか。てめえはそれでも武士か。ことの次第を見ていた人の浪人、えい、無礼者、水を差し寄ったな。かぶり物を取れ。ああ、取ってやるわ。文句があるならかかってまいれ。後に26世人の一人となる浪人、なかなか格好のいい強そうな侍です。それ、ちゃんちゃんバラバラが始まりました。このへっぴり腰、さあどこからでもかかってまいれ。参った、ご勘弁をお許しくだされ。かわいそうに、痛いでしょう、ひもじいのでしょう。さあ、私たちの宿においでなさい。心の貧しき者は幸いなり、キリスト様の御言葉です。もし隣人があなたに悪をなしたなら、七度を七十倍するまで許しなさい。初めて耳にするキリストの福音に、浪人は知らず知らずのうちに神父の後に従っていったのです。やがて秀吉の許しを得て、宣教師たちは京都の辻で説法を始めました。日本の兄弟の皆さん、私たちは海を越えた遠い国から波島を渡って、暑さも寒さも耐え忍んで、兄弟である皆さんに誠の神様の道を伝えんためにはるばる参りました。この世界には天地万物を作られた唯一の神様があるばかりです。神様は愛によって人間となりたも、神の子キリストは全ての人の救いのために死んでくださいました。貴様たちは南蛮邪教の回し者だ。我々には先祖代々から伝わった仏教、仏陀があれば結構じゃ。聞き取りたいわい。唾を吐きかけ立ち去る浪人たち、迫害を耐え忍ぶ者は幸いない。キリスト様のために忍耐しましょう。皆さん、キリスト様は申されました、重たい悩みを負う人たちを我に来たれ、我何時らを回復せしめん。ヨハネスワノです。あ、石が飛んできた。バテレンどもを追い出してしまえ。キリシタンは西洋の宗教だ。キリシタンになるとバテレンから生き肝を取られるぞ。それ行こう行こう。皆さん、神の愛は地上にみなぎっています。罪深い私たちはキリストの尊い血によって清められました。真理を見出しましょう。キリスト様こそ私たちの道であり命です。中には愛の教えに感銘し立ち止まる人も出てきました。神父たちにとって貧しい人たちは身内同様の仲間です。貧しさと金持ちの差が激しかった当時の社会、民衆は食べる米さえもなく誰もが飢えていました。フランシスコ会の宣教師たちは
キリスタン大名から寄付を募り、貧しい人たちに米を分け与えるのです。太閤秀吉は九州より帰り、我が子秀頼誕生祝いと感謝のお前に鎌の社へ、凛々しき行列を進めました。太閤の権勢は大したものです。古式な風格を用い、牛の角に金箔を施した華美な牛車に乗って町を回るのが秀吉は好きでした。太閤殿下のおとりじゃ、そのほども下におれ下におれ。町人たちの噂話は、この頃太閤に初めてできた子供のこと秀頼様のことでした。神父様、我が国の習わしです。ここへひざまずきましょう。牛舎の中からフランシスコ会バテレンの修道服を見て、太閤殿下は再会を喜び降りてきました。太閤が車を降りることなど滅多にないことです。外国の和尚は土下座に及ばん。さ、お立ちください。尊敬すべき神父、世はあなた方が世のため人々のために尽くされていることを喜びます。殿下、もったいのうございます。感謝されなければならないのは私たちではございません。全能の神に対してございます。私たちはそのお取り次ぎにしか過ぎません。どうぞ皆様も腰をお上げになってください。殿下のご恩情に感謝申します。神父、そなたは奇特なお方じゃのう。たくさん世のため人のために尽くしながら、自分たちのためには何もなさらぬ。民に代わって何かお礼がいたしたいが、望みのものはありませぬか。以前九州で秀吉は家を与えると約束したことがあったので、殿下、何とぞ教会堂を建てることをお許しくださいと願うことにしました。それはたやすいことじゃ。よくわかりました。秀吉は即座に寺社奉行の石田三成に命じます。バプチスタ神父に教会を建築させよ、世も黄金を寄付いたそう。石田三成は神父たちの住まいとしてとある寺院の跡を与えたのです。やがて剣道式の鐘が鳴り渡りました。今日は喜びの日です。京都に新しい教会が落成した喜びの日です。太閤殿下をはじめキリシタン大名などの寄進によって天主堂はめでたく完成しました。1594年10月4日聖フランシスコの祝日に、京都在住の司教によって祝別式が荘厳に行われました。この出来事を目障りのように思う僧侶の弱員、南蛮渡来のキリシタン名邪衆門がはびこるとは、胸元が煮えくり返るが、ものとも知ったつじゃ。
天主堂は天主の原稿、聖マリアのエクレジアと呼ばれました。キリシタンは京都周辺に数万人を数え大いに栄えました。お寺の持つ雰囲気とは、まるで違って神々しさの漂う教会、珍しいオルガンの音が奏で、正面祭壇にはキリストの聖体、サンタマリア、諸聖者の御像、信者たちはひざまずいて敬虔な祈りを捧げました。喜びの鐘がしきりになり渡ります。この鐘はフィリピンのマニラで鋳造したものでした。ある真夜中のことです。教会にはいろんな求道者が訪ねてきましたが、時にはこのような男も忍び込みました。ん？まだ起きてやがるな？やいせよ坊主！キリストアンバデレンめ、この刃物が目に入らねえか？恐ろしくないのか？さあ、金を出せ！有金そっくり出しやがれ！欲しいものは、何なりともご遠慮なくお取りなさい。ん？案外おとなしいんだな。このカッパ見たようなヤソの坊主め。だが、どこに何があるのかさっぱりわからん。さあ、案内してくれ。隣の部屋は、教会用具室です。なんじゃいこれは。亀の背中見たような妙な着物は、変なものばかりあるわい。バテレンのものなんて、どれもこれも、金目のものじゃねえや。他人様のものを盗むことは、悪いことだと思いませんか？なんだ！そんなくだらねえ、キリシタンのお説教はするな。さあ、ではこちらへおいでなさい。どれもこれも初めて見る教会の道具ばかりです。神父の手のひらで光るもの、それは小判です。にっこり笑う泥棒さん。わしが欲しかったのは、それじゃよ。話のわかる西洋坊主だ。お待ちなさい。ふん、このケチめが。せっかく出しておきながら、引っ込みやがって。今夜はこれを取ってお帰りなさい。しかし、これからはもう盗みをしてはいけません。人のものに手をかけてはなりません。それが神様の掟です。このお金は、神様がくださったものです。あなたに盗みをさせないために。あなたはご体満足なのですから、神様にお恵みを感謝しながら汗して働くのです。それを神様はお望みです。神父の言葉は彼の心深くに染み通っていきました。汚らわしい！投げ捨てられた一冊の本。家来たちの老媒ぶり、丹後の殿様、細川忠興はいたくご立腹のご様子です。奥を呼べ！玉子を呼べ！急いで呼ぶのじゃ！細川忠興が秀吉公の命令に従って薩摩征伐に従軍している留守に、奥方の玉子がキリシタンに改宗したのです。玉子の霊名はガラシア。ガラシア夫人は多くの事情を従えて殿様の前に呼び出されます。
ガラシア夫人は次女マリアの導きによって洗礼を受け、デウスを信仰するようになったのです。お殿様、お帰りなさいませ。ガラシア夫人です。ま、こんなに乱暴に、大事な聖書。聖書はキリシタン大名高山右近からいただいたものです。余が不在中に、キリシタンが家中へ食い入っているぞ。不届き者めか。そなたまでが邪衆に迷っているのか。それは、誠の神様であるからでございます。黙れ黙れ。お殿様、ご不在中とは申せ、良き教えに従い、良き信仰を進めるのは、細川家のためと存じまして。このバカ者、そなたは狂ったのか。我が国には我が国の神仏があるはずや。邪衆に迷う不届き者め。このような醜い十字架を差し寄って、よいか。今日限り邪道を捨て回収せよ。キリスタンはご法度じゃ。細川家を毒するものじゃ。強いて信仰するならば、その分の安さを買うぞ。こうしてくれるわ。神様、暴毒の罪をお許しください。弟までがキリシタンになったのか。忠興の弟、細川興元は、ガラシア夫人や高山右近の感化によってキリシタンに改宗。この人は後、教会の保護者となった大名です。徳川家康の代まで仕え56歳で没しております。一体この細川家に、誰がキリシタンを入れたのじゃ？申してみよう。はい、私でございます。次女のマリアです。私もキリシタンでございます。この不埒な者どもが。私もデウスを信じております。私めも洗礼を受けました。私も。もう勘弁ならん。お前たちを皆成敗してくれるわ。困難に出会ってこそ、人の徳は最もよく磨かれ、美しい色合いを放つようになるものです。ガラシア夫人は最後まで沈黙と忍耐を守り、信仰に生き抜いたのでした。比叡山の僧若隠は、キリシタン宗がはびこるのを心配していました。何とかしてこの新しい外国の宗派を食い止めたい。人心がなびくのを取り戻したい。秀吉の家来に取り入ってしきりに策略を考えました。ご家来衆殿、呪うべき邪衆が次第に有力になってまいりました。我が国には民衆の心に定着した仏陀があります。シンプラ・バテレンは、イスパニア国の患者で、我が国を伺う不敵な奴。最近太鼓を殿下に取り入って、立派な寺院を建立し、信者の数も恐るべきものと受けたまわる。これでは仏様に対して申し訳が立ち申さぬ。そうじゃ、若隠殿。拙者に良い一計がござる。バテレンどもは日本国中にキリシタンを布教し、まず民衆の心をがっちりと掴み、その上でイスパニアの軍船を差し向け、戦わずして日本を征服する。このような陰謀を企てている者どもであると、世の人々へ信じ込ませるのじゃ。そうすれば人心は背くに違いない。なるほど。それはいい考えでござる。早速太閤殿下へ訴えましょう。その時です。突然起こった浅間山の大噴火。慶長元年の9月、日本全土に大地震が起こり、特に、京都、大阪が激しく揺れ動きました。神仏の
ありだ。天のお咎めじゃ。大きく揺れる大地震、指物太閤殿下の華麗な城も都も全て崩壊してしまった。逃げ様よ大群衆、詰めかける細川忠興の救援隊、栄華を誇った桃山城はまるで地獄へのようです。お母さんが下敷きになっちまったよ。誰か助けて、誰か来てください。お母さん、もうしばらく辛抱してね。すぐ助けてあげますから。あ、坊や、どうしたんだ。あ、おじさん、お母さんが下敷きに。なにそれ、いけない。よし、俺に任せておけ。怪力無双と言われたホケグマじゃ。何の苦しき、うーんって、これ、なかなか答えんな。えい、あ、痛い痛い痛い。あ、ごめんごめん。よし、今すぐ助けてやるからな。スリッ、よいしょっと、よいしょっと。あー、そうじゃ、こんな時にこの七つ道具を使わなくちゃ。おじさん、火がこちらの方へ。よし、もう少し馬力をかけるか。お侍様、お助けください。お母さんが死にます。お救いください。何、どこにいるのじゃ。あちらです、すぐ近くです。ああ、捨ておけ。町人のことなど意地に構うな。邪魔立てするな。もう行かなくては。お侍様、助けてください。無慈悲にも振り切ってゆく総寂院の行列。なんだいつれ、もう勘弁ならねえ。こらこら、待ちやがれ。黙って水を吸えねえかん。やい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 、止まれ、この人情らしの毛玉のめ。町人ならば見殺しにすべきか。思い上がったぶち根性じゃ。さあ、この北海熊が引き裂いてやるぞ。かまえり、無礼者、者どもかかれ。大活躍の北海熊、一人二人は面倒じゃ。束になってかかってまいり。さすがに怪力無双だけあって強いのです。腰抜け侍が、さあ来い。力比べで俺に向かう気か。さあ来い、さあ来い。それ、刺し物北海熊も背中に矢を受けてばったり。いらぬ邪魔が入ったわい。哀れ北海熊は道端に捨てられてしまいました。誰か助けて、お母さんを助けて。あのおじさん、どこへ行っちまったんだろう。
十字架の旗を押し立てて、くまなく助けて回るバテレンの救援隊。この時の大地震で数千人の異教徒の犠牲者が出ましたが、キリスタンは至るところでその災害を免れたと当時の記録には残っています。バテレン様、お助けください。お母さんのそばに火の手が。よし、すぐ助けよう。おーい、こっちの方だ、早く。一夜にしてサンタマリア教会は病院となったのです。京都出身の医者フランシスコ・ナス、その生涯を祈りと慈善事業に捧げました。バプティスタ神父はキリストの心を持って怪我人一人一人を慰め励ますのです。神父はあまり日本語は上手に話せませんでしたが、愛の心が人々の魂に伝わっていったのです。ふと気がつくと見覚えのある顔、それはあの夜の泥棒でした。だが今日はまたなんとすがすがしい顔をしていることよ。神父様、私は悪者でございます。でも一度だけは良い心が起こりました。それを土産に私は死んで行きます。その良い心を持って神様のおそばへ行きなさい。必ず神様はお救いくださるでしょう。見失った羊を見出した時、天国では喜びの祝宴が開かれると聖書にあります。神父様、俺のような悪党が地獄に行かなくても済むでしょうか。神様は慈悲深いお方です。必ずあなたを天国へ招いてくださいます。お母さんの容態は次第に危篤になりました。お母さん、お母さん、僕を置いて死んじゃ嫌だよ。お母さん、僕も一緒に連れて行っておくれよ。神父様、幼いルドビコのことどうぞよろしゅうお頼み申します。お母さん、死んでは嫌だ、死んでは嫌だ、僕は寂しくなっちまうよ。病者の投与を受け、ルドビコ茨城少年を神父に託して、お母さんは天国へと旅立って行きました。各地を揺り動かした大地震は収まりました。城を失い避難所での秀吉、前代未聞の大地震じゃったのうと呆れる秀吉。僧侶の寂院はどさくさに紛れ、されば申し上げます、この度の天変地変はキリシタンの邪教が我が国土を怪我しているため、日本の神仏の怒らせたもうところと存ぜられます。バプティスタ神父はイスパニア国の隠密であることを私は感知しております。御仏の怒らせたものも当然のこと、何とぞ殿下のご権力を仰ぎ立て祭ります。ジャクイン、お前は何ぞ愚かなことを言うぞ。地震洪水は今初めてのことではない。
バテレンが来る前から我が国にはあるではないか。バテレンは慈悲を持って多くの人を救っておる。良いことを悪く言い、白黒というのは僧侶の身として不届き至極じゃ恥を知れ恥を恐れ入ってござりまする。だがさらに家来が口添えをいたします。恐れながら殿下に申し上げます。若院殿の言われることバプチスタ神父の一行は誠に腹黒き奴ども。宗教の陰に隠れ我が国内を駆け乱そうとするイスパニアの隠密にござりまする。岩そちたちの言葉を聞きとうない。なんじゃらの言はキリスタンに対する憎しみと偏見によるものじゃ。酸素によって人を貶めんとする不乱者。ああ下がれ下がれ、お前たちは見とうない。秀吉の気持ちはまだこの頃宣教師たちを理解していたのでした。恐る恐る退場する家来と総弱員。石田三成は秀吉のご機嫌を伺います。ごもっともにござりまする。このバカめが。突然けたたましく鳴り響く反響の音。大変だー、ナンパ船だー。ここは四国の土佐の海岸、フィリピンからメキシコに向けて太平洋横断中のイスパニア船サンフェリペ号が嵐に遭い、たけり狂う大波に木の葉のように揺れて日本の海岸に接近していました。漁師たち、それ南蛮船を助け出せ。漁師たちの働きによって600トンのイスパニアの巨船はようやく救助されました。土佐の領主長宗我部元親は船長町康と会見しました。この難破船にたくさんの武器と弾薬、数々の宝物が積まれてあるのを知った太閤秀吉は、先ほど受けた大地震の痛手を賄うために全ての罪人の没収を命じたのです。日本の国王のやり方は行き過ぎです。私どもの武器を奪い取るなら私ども黙っておりません。私どもの国、大きな国イスパニアは大国です。ご覧なさい、これ地図の国、みんなイスパニアの軍隊が取りました。それに比べてあなた方の日本の国は地図の隅っこにある小さい小さい島国、ここが日本です。おとなしい処置を取らなければイスパニアは大軍を送って日本を征服してしまいますぞ。その時泣き言を言ってももう手遅れですぞ。船長町康は断固として抗議しました。ここは大阪城の大広間。船長町康は武器を押収するならば戦端開始だと威嚇いたしております。土佐からの報告に秀吉の胸には黒い霧が立ち込めました。この知らずめが彼らの命をわざわざ救うて使わしたに。殿下、日本は小さい島国、征服は容易なりと彼らは侮りおりまする。今後道断の船長の振る舞いじゃ。たとえ彼らの領土から見て豆のような日本とはいえ、彼らに威嚇され侮辱を受け、その指示に従うほど日本人は腰抜けではないわ。ああ者ども、思考をやれ。よいか、ああそちたちはこのわしに忠誠を誓うであろうな。日本は小さな国じゃ、いかにも島国じゃ。しかし彼らが戦いを挑むなら見事戦ってみせようぞ。
それとも油断するな。イスパニア人に警戒せよ。殿下、この船には宣教師が数名乗っており、殿下の禁令に背いております。弱かった。申し上げます、我が国の神仏は二度までも警告いたしております。最初は前代未聞の大地震であり、次は軍隊と武器を運んだ軍船を土佐湾に差し向けました。これは宣教師たちが隠密となり、イスパニア軍と通じ、日本を侵略戦との企てにござります。その者に申し渡す。今弱院殿の言われることは正しい。陰謀はバプチスタ・シンプカルスン島で計画したことだと分かった。よいか、イスパニア船を募集せい。そしてイスパニア人と関係のある宣教師たちをみんな引っ捕らえるのじゃ。もはや許しを借れぬ。フランシスコ・カイ・ペトロ・バプチスタ神父とその信者たちを捕らえよう。世は彼らに死罪を命ずる。1596年12月、秀吉はバテレン大砲を厳命したのです。時の権力者太閤秀吉の命令一家、取り手の役人たちは京都の教会へめがけて駆け出しました。目指すはフランシスコ会バテレンとその信者たちだ。神父たちは夕べの聖母日課の祈りを唱えていました。大変でございます、神父様。大勢のお役人様が神父様方を唱えに参ります。もうそこまで来ました。大変でございます、神父様。祈っていた外国人の宣教師は6名、ペトロ・バプチスタ神父を含む3人のイスパニア人司祭と1人の若いイスパニア人神学生、そして年を取った2人の修道士。すでに覚悟はできています。天主の御旨に従います。私たちは喜んで日本の土となりましょう。記録によりますと、秀吉は数百名に及ぶキリスタンの大砲を命じましたが、石田三成はこれを大幅に減らして20数名のみ召し取ることにしました。任別書を持った役人が参上。謀反のためにキリスタンを布教する不届き者、太閤殿下の恩命により憎き神父たちを逮捕する。任別書には載ってはおらぬが、拙者たちもキリスタン信仰者でござる。同様に眺めを下され。よし、こやつらも来たでい。フランシスコ会に関係のある信者たちが次々に捕らえられました。元僧侶あり、医者あり、職人あり、教会の料理人あり、侍あり、皆それぞれに立派に生きた人たちでした。母を失い、一人ぼっちになった12歳の少年、ルドビコ・イバラギ。お役人様、私も信者でございます。私にも名前をくださいませ。
お前はまだ子供じゃ。人別町には乗ってはおらん。あちらへ行け。ルドビコ・茨城少年は2年前に洗礼を受け、修道院の給仕をしていました。神父様、私はあなたのおそばに、いつまでもいとうございます。私には身寄りがありません。一緒に私を連れて行ってください、神父様。いいえ、それはいけません。一緒に行くことは一緒に死ぬことです。あなたは大きくなって、キリスタンの教えを守りなさい。神父様、神様のためなら、どんな辛いことでも辛抱します。お供を許してください。お願いします、神父様。お願いします。お前はまだ子供じゃ。さ、あちらへ行けというに。離れませぬ。神父様から離れませぬ。近寄ってはならぬ。さっさとこの場を立ち去るのじゃ。神父様、どんなところへもご一緒します。お前も信者か。私もキリシタンですから中へ入ります。かつて桜の木の下で大活躍をしたかの浪人も急いで駆けつけてきました。彼はその洗礼を受け、霊名を町安と名乗りました。探している町安がおらぬのじゃ。ほう。じゃあ拙者が代わりになろう。信仰のために死ぬのは価値のあることでござる。お前の勝手にせい。では、ごめん。混血児のアントニオ少年。お父さんは長崎に住む中国人。お母さんは平戸出身の日本人です。駆けつけたキリシタンたちも続々と捕らえられました。神父様はどこ？神父様は？あ、神父様、私も連れて行ってください。私も神様のために喜んで死にます。神父様方とご一緒に。アントニオ、そなたには長崎にお母さんがいらっしゃる。お母さんのために立派に成長しなければなりませんよ。神父様、お母さんは僕が捕らえられることは神様のためだと分かっております。だから、お母さんは泣かないと思います。アントニオは13歳の少年、伝道師ミラナイの勉強をしていました。さ、お役人様、私も縛ってください。役人は、可憐な少年の手に恐る恐る縄をかけます。こうして一行は引き立てられて行きます。一番年上は64歳のディエゴ・キザエ、先頭にパウロ・ミキ。私も行かせてくれ。私もキリシタンなんじゃ。京都で刀研ぎをしていたコスモ・タケヤの家。お父さん、行かないでください。あなた行ってはなりません。家族を捨てないでください。行かせてくれ。頼む。話してくれ。たまりかねたように飛び出していくコスモ・タケヤです。この老好き者。あ、ミキ様。ミキ様ではございませぬか。あなた私に洗礼を授けてくださいました。私も喜んでお供をして参ります。このフラジモのめ。お役人様、私も神様方のお世話になったキリシタンにござります。お前様行かないで。どいてくれ。離してくれ。私も仲間へ入れてくだされ。よし、こやつも引たれ。コスモ・タケヤは家族から無残にも引き離されます。弓矢作りを家業にしていたミカエル・コザキ45歳。
その息子トマス彦太郎15歳も捕らえられました。お父さん、ご一緒に参りましょう。この尾崎家はフランシスコ修道院の近くに家を建て、教会参詣者の休憩所、宿泊所にあてる熱心さでした。お父さん、お父さん、血の巫女を抱えたお母さん、彦太郎。母上、一足先へ神様のもとへ参ります。いつまでもお達者で。トマス彦太郎少年はミサ奉仕者を務め、将来伝道師になるための公共料理を学んでいました。こんな痛いけな少年に何の罪があるのでしょう。さようならお母さん、さようならという悲しい声が京都の街に長く余韻を引いて消えて行きました。夕暮れの街を聖者たちは役人に惹かれて京の獄舎へ。京一条の獄舎、暗い牢獄に深い沈黙の夜が訪れました。時は厳しい冬の最中です。殉教者たちは敬虔に祈り黙想し、神に魂をあげ、神の甘美な喜悦に満たされていました。彼らはすでに殉教を覚悟して、最後までこの苦しみを耐え忍ぶことができるように神様に勇気を祈り求めているのです。殉教、それは決して人間の力だけで成し遂げられるものではありません。弱い人間が神の力によって強められて殉教へ至るのです。その後彼らは京都の辻に引き出され、キリスタン成敗の習わしによって意味を切り落とされる刑を受けたのです。これこそ日本においてキリストのために流す最初の血です。これによって日本の信仰を強めましょう。切られた耳の痛みをじっと噛みしめる幼い少年たち。勇ましいルドビコ、神様はそなたを天国のお母さんに結びつけてくださいますよ。ルドビコ、勇気をお出し。私たちは日本の教会の信仰の発音になりましょう。私たちは日本の多くの人たちが神様を知り、救われるために満月して屍となります。殉教者たちの顔は喜びに輝いていました。そうです。私たち24名は、キリスト教の布教のために殉教の誠を致す。これ以上神様に感謝することはありません。寒さは一段と厳しくなってきました。聖パウロ御木の祈りです。神様、どうぞ私のこの血潮を受け納めください。夜中になりますと、門番の下っ端の役人が、私どもも信仰の道に入りとうございます。見回れの我役人、この裏地者めが、お前たちは何と狂いておる。ここへ来てはならん。もっと警戒を厳重にしよう。だが、我役人が去りますと、先ほどの下っ端の役人、神父様、私どもにも洗礼を授けて
てくださいませ。1597年1月の7日、一行24名はこれより陸地800キロ、長崎へ護送をせられる。いよいよ厳しい殉教の道のりが始まります。まず彼らは日本の習慣に従って牛舎に乗せられ、京都、大阪、堺の町などを引きずり回されました。見せしめのためです。バプティスタ神父を知らぬ人はなく、恩義ある人々は哀れみの目で見送っていました。多くの人が同情の色を示し、堺の町では外国人をあのように取り扱っては貿易に差し障りがあると嘆く商人もいました。バプティスタ神父はイスパニア語で日本語で全身を込めて最後の説教をしました。町の人たちよ、唯一の神様を信じてください。真理を見出す人に誠の幸せがあります。細川ガラシア夫人も名残惜しそうに神父を見送りました。しばしの休憩が与えられます。細川ガラシア夫人に高山右近、細川沖本も駆けつけました。長崎までの長い長い道中、さぞお疲れになられることでございましょう。一服のそ茶ではございますが、お疲れを癒してくださいませ。ありがとうございます。今度は天国でお会いいたしましょう。高山右近は少年たちを励まし、みかんを与えました。くじけずに最後まで行くんだよ。この少年たちが遠路長崎まで囚人として歩いて行く、なんと痛いけなことでしょう。ミアルジキリスト様が、私どもを強めたもうようにお祈りください。堺から大阪へ、兵庫を得て山陽道を一路西へ、一日約30キロから50キロの行程です。夜明けに出発し、夜になりますとどこかの城下町の牢獄で夜を明かしました。お父さんはどこだろう。京都のコスモ竹屋の妻と子供たちです。見てみろ、キリシタンの犬どもが来やがったぜ。父を探している母と子供。バテレンを信じるとほらあんな風になるんだぞ。お父さんはどこ。お父さんはまだ。殉教者たちは見る影もなくやつれていました。お父さんは、あ、お父さんがいた。お父さん、一言の叫び、一目ちらっと見たのが今生の別れです。この世ではもう二度と会えないのです。その悲しみ、さようなら、愛する妻と子よ、神様の恵みを得て私たちは天国で会いましょう。お父さん、行かないで。西の宮を過ぎた時、
トマス小崎少年はお母さんに最後の手紙を書きました。優しい母上様、お父上も私も神父様たちと一緒に今長崎へ送られております。たとえ長崎で皆殺されましても元気を失わないでください。天国への誠の道にあることをお忘れなさいますな。二人の弟たちも異教徒の家に置かないでお子様の手で教えてください。これこそ死にゆくお父上と私の最後の望みです。一度だけお母様の顔が見て死にたい、ほんの一目だけでも。いやいや、こんなことを思ってはならぬことです。お懐かしい母上様、さようなら。トマス小崎彦太郎。この手紙は殉教の後で血に染まって懐から発見されたものです。一度だけ母上の顔を見て召されたい。母上、母上、いや、負けてはならない、くじけてはならない、ひるんではならぬ。パウロ・ミキはじっとそれを見つめて胸が痛みました。旅は再び続きます。食事はわずかしか与えられません。広島まで来た時、一人の男が一行に追いつきました。凍りついた雑穀の握り飯、それでも神様に感謝していただきましょう。神父様、お懐かしゅうございます。またよくご無事で。だがお安れになられて。神父様、私大工の伝吉にござります。覚えておいででしょうか。あなたは8ヶ月前に私に洗礼を授けてくださいました。フランシスコ伝吉、京都の天主堂を建築した大工です。おお、懐かしい伝吉さん。神父様、ありがとうございます。思い出してくださいましたか。お願いです。どうぞ私も仲間入れてください。私も長崎まで一緒に連れて行ってください。お願いします。いいえ、あなたは後に残り多くの人たちを救いに導いてください。それが神様のおぼし召しです。正しい教えのためですから、死ぬことなんか何でもありません。強く神様を信じておりますから。お願いします。神父様、一緒に連れて行ってください。やろども出発や。殉教者は一時も休むことは許されません。神父様、お供をします。私も連れて行ってください。せっかくここまで来たのですから。お願いします。お前は何者じゃ、どこから来た。人別町にない者は早々に達され、近寄ってはならん。お役人様、私もキリスタンでござります。神父様方のお世話になり洗礼を受けた者にござります。私も縛って仲間へ入れてください。おいよいか、早く出発を命ぜよ。遅れを取ってはならぬぞ。ああ、これこれ、お前はまだ若い、前途は有望じゃ。キリシタンで死ぬのは誠に惜しい。自分の良心のことをよく考えてみよう。私は天なる御父を考えております。その御父についてあなたは何もご存じないのです。親に孝行せずして人にあらずじゃ。お前は外国人からたぶらかされているのじゃ。
日本人ならば日本の宗教を信じたらどうじゃ。よう考えてみよう。私はどうも日本の神々は嫌いでございます。作り主なる神に尽くす人こそ誠の人と言うべきです。このバカ者を縛ってしまえ。フランシスコ伝吉はやっと念願が叶えられ、一同と苦難および縄目の恥を共にすることのできたのを喜ぶのです。広島から下関へ、夜の極車は冷え込み雪さえも降ってきました。ここで訪ねてきた京都の糸職人、役人ももう捨て鉢です。お前も死にたいのか。死にたいのなら奴らの仲間になったらよいだろう。ありがとうございます。あ、ペトロスケシロじゃないか。おお、パウロ・ミキ殿、ヨハネ・スワノ、そして皆様方、私も皆さんの仲間に入りとうございます。あなたは死の誓約書に署名しました。26人目の仲間です。共に宮主の道を歩みましょう。こうして26人が揃ったのです。殉教の道は険しい。疲れと飢えと寒さと、くじける自分の弱さと戦いながら長崎への道を行く。容赦なく振り下ろされる役人の無知。役人たちは各城下町ごとに新しい役人と交代し引き継ぎましたが、中にはこのような過酷な役人もいたのです。この26人の人たちは苦痛に満ちた、しかも一歩一歩死に近づいてゆく一月余りの長い道中で、いささかもその信仰に迷いを生じなかったのでしょうか。それは私たち弱き者の持つ卑しい疑いかもしれません。だが26人の人たちが全て現世で揺るぎなく完成されていたわけではなく、彼らのうちにも弱いものがあり、この苦難の旅のうちに迷い苦しみ、果ては揺らぐ心を抱いた人もあったに違いないのです。だが彼らはそれを超えた。迷いを切り抜けて死への旅を終えた。そのことが私たちの勇気を奮い起こします。弱き者の行く手に明るい光、食光を見出しうるのです。小さいルドビコ少年がけなげにも神父を助けています。お役人様、しばらくご慈悲を。なんとむごい仕打ちを。おいたわしい、外国のお方がさぞ冷たいことでございましょう。粗末な着物ではございますが、お召し替えになってくださいませ。外国の方、足が痛いでしょう。このカゴに乗ってください。家になんかいるね。わしらも道へ入れるね。かわいそうでかわいそうで、このカゴ使ってください。お願いしますだ、お願いしますだ。ありがとう、感謝いたしますが、宮主キリスト様の極難に比べれば何でもありません。あなたも私も父なる神様において本当の兄弟です。兄弟よ、ご厚意ありがとう。あなた方のこの善意の上に神様の光がありますように。親切な籠屋さん、ご講師のほどいつまでも忘れません。
こうして神父は全員の人一人一人に感謝しながらカルワリオへの道を歩み続けていったのです。何をぐずぐずするか、さっさと歩け。イクさんが長崎の浜へ、博多から唐津、伊万里を通りその日へ、大村湾を小舟で渡り、時津の浜へ上陸したのは2月5日の早朝でした。迎えたのは最後の役人、長崎奉行の寺沢半三郎です。半三郎は勝手キリスタンに好意を持ち、教会の門もくぐったことのある役人です。京都から長崎まで33日、時津の浜へ上陸すれば、長崎の町まであとわずかです。寺沢半三郎はあまりにも殉教者たちの変わり果てた姿を見て、心が騒ぎました。何とかしてこれらキリスタンを助けたいと思ったのです。神父バプティスタとその神弟たちはどうあっても死ななければならぬ。しかし、その他の信者たちは今日限りキリスタンをやめるならば死罪を許して使わそう。いいえ、私たちは真実の神様をこの国に持ち来たすために喜んで死にます。誰も応じる者はおりません。身をもってキリストの証人となる時が来ているからです。半三郎は先ほどから、ルドビコ・イバラギ少年がけなげにも大人たちの世話をしているのを見て、こちらへ参れ。お前の命は拙者の手に委ねられているのじゃ。もし拙者に使える気があればお前を助けてやろう。異国の収拾をやめるがよい。そうすれば良い着物を着せて侍に仕立ててやろう。どうじゃな。最後によく考えてみるといい。いいえ、お役人様。私は武士は嫌いでございます。出世したいとも思いません。つかの間の命と永遠の命を変えるつもりはありません。私の命を助けてくださる代わりに、この日本に宗教の自由、誠の神様を愛する権利を与えてくださいますようにお願いいたします。不思議なことだ。これら信者たちは、わずか子供の信仰でさえ私は打破することができぬ。是非もない。仕置きの場へ。浦上を通って西坂へ、途中告白をし心を清め、ロザレオを唱えつ長崎入りをしました。海に面した小高い丘に立つ26本の白木の十字架。夢にまで見続けてきた十字架です。到着と同時に、その日のうちに処刑は行われたのです。ああ、見あるじキリストよ。ご失教遊ばされた御身と同じ十字架にかかって、今こそ我が命を捧げ立てまつる。彼らはさながら高価な宝でも贈られるかのように、最後の力を振り絞って十字架のもとに駆け寄っていったのです。僕の十字架はどこ？君のはあちらの方だよ。十字架には一人一人名前が付けられていました。ペトロ・バプチスタ神父は、ミアルジ・キリストに倣って、釘で手足を止めてくれるように頼みましたが、それは聞き入れられず、縄で十字架に縛られました。父なる神様、彼らをお許しください。自分が何をしているのか知らないからです。
人の母親が重たい足取りで子供を訪ねて西坂の丘へ。今こそ殉教者たちはこの世のあらゆる執着を断ち切り、燃えるような信仰に身を委ねて神に準ずる光栄を喜び迎えたのです。浦上、神の島、大村から多くの信者たちが共に祈るために集まってきました。聖パウロ・ミキはこの処刑に携わった全ての人を許します。少しも恨みに思いません。どうかこの国の全ての人たちが一日も早くキリシタンになりますようにと絶叫しました。槍を持て。アントニオ、母さんは来ましたよ。ここですよ、アントニオ。母さんの顔をしっかり見ておいておくれ。十字架の上から母を探すアントニオ少年。おっかさん、アントニオ、かわいそうに、京都から長崎までの長旅、つらかったでしょう。疲れたでしょう。でも、あんなに元気で、やっと久しぶりに会えたかと思ったら、これで永遠の別れとなろうとは。さようなら、おっかさん。泣いてはいけません。喜んでください。もうすぐ天国へ参ります。それから神様に可愛がってもらうのですから。おっかさん、天国でまたお会いしましょう。いつまでも長生きしてください。しっかりして、アントニオ。迷うことなく、まっすぐに神様のもとへ行くのですよ。槍を手にしたケイリーたち、信仰の英雄者たちの上に麗しい天井の光が差し染めてきました。静かに静かに開けゆく永遠の世界の扉よ。恍惚と天を仰ぎ、神に溶け込んだかのように唱える最後の祈り。イエズス・キリスト、サンタ・マリア、我を強めたまえ、パライゾ、天国。神よ、今こそ我が魂を御手に委ね立て祭る。今26聖人は昇天する。一切の苦難を終えて、今26聖人は天主の栄光に導かれ天国へと凱旋する。こうして日本最初の献血は神に捧げられたのでありました。日本26聖人の名前を全世界の人は忘れませんでした。死後30年経って福社の位に挙げられ、それから約200年後の1862年、ピオ9世教皇によって聖人に列せられました。バチカン聖ペトロ大聖堂で行われた列せ式。今、信仰の勇者、日本26聖人の聖徳の香りは万国に伝わったのです。それから3年の後、長崎で日本の隠れキリシタンたちが26聖人に捧げられたオーラ天主堂で発見されたのです。殉教者たちの血と汗は次の時代の信者を生む種であります。今日本人の発想として捧げられた26人の聖者たちは地上の人の賛美と祈りに応えて天国から恵みの雨を降らせています。殉教者はキリストの証人、我ら世に勝てりと魂の不滅と永遠の生命の証人であります。日本26聖人、終わり。